まあある程度のことはお家ではしてたけど、それ以外は何もせずゆっくりしておりました。休めたって、休めたね。久しぶりにアラームかけずに寝たけど、でもね、なんか10時半ぐらいには目覚めちゃって、そうでもまあいつもよりは寝れたかなって感じ。もう今日この後洗濯干して洗い物だけしたら寝ます。明日2公演なんですよ。そう、劇場公演。そう、夜は浜の卒業公演ということ。家から一歩も出てないので、出るわけないじゃん休みの日に家から出るわけないじゃん休みなのに何を言うてるの出るわけないじゃん、せっかくの休みなんだよずっと家にいたのって、もちろんスーパー行かなかったのって、行かなかった、冷蔵庫にあるもんでも食べた。だから今日豆腐とかばっか食べてたね。お米と豆腐みたいな、米とお味噌汁、お米と卵豆腐みたいな、なんかもうとにかくもう冷蔵庫にあるもんで今日済ませました。そう、豆腐と納豆とナスと人参とピーマンがありましたゆえ、お味噌汁はナスのお味噌汁、ちょっと人参とピーマンは使いませんでした。ウーバーすればよかったのにね、ウーバーする気分でもなかったのよ。誰にも会いたくないっていう、もうこのもうウーバーの配達員さんにさえや会いたくないという、そうです。あかりよってね、そういう日あるよね。めっちゃやーって言ってるな、筋肉さんがやーってでかかったテレビのことやーって言ってる、これ以上人間見合いたくないと思って部活休む時ありました。休め休め、誰にも会いたくない時なんて人間なんだからあるよね。休め休め、休める休められる、休める休めれるなら休んだ方がいい。休んでちょっとでもね気分転換できるなら、ね、本当に休みって大事だよ。
お仕事もそう、なかなか休めないけどね。ただ今後人生やっていく上でさ、長いんだからさ、ちょっと勇気を持って言えた方がいいよね、お休みくださいって。ね、本当にそうだよ。みーちゃんは休みくださいって言ったことあるのって。休みたいです。もう仕事したくないです。あー休みたい。NG は出せないんですけど、結局ただ今後お休みがどっかにないとちょっとしんどいですね。あのすごいお仕事してた時期とかには相談したことはあるけど、でも結果なんだろうね、 NG は出せないから感じかな。今日の休みだって久しぶりよね。そうね、久しぶりだね。でも本当にそれこそ昔は言わなかったんですよ、休み欲しいも。いや言ってないのかな、俺し言ってんのかな、休み欲しいって言ったことあんのかな。あれ休み欲しいっていう言葉じゃないかもしれないね。なんか違う形でお願いしてんのかな。休みないって文句言うことは多い。休みないなーみたいな言ってんのかな。思ってるだけかな、もしかして言葉にしてない、わかんない。なんかショールームとかでさ、めっちゃ言うやん、大西。明日も朝からで、今日も夜までやって、あ、休みたい、みたいなよく言ってる。それと、勘違いしてる？でも大西はこうやって愚痴ったら、愚痴ったらっていうか、そういう弱音を吐いた時に聞いてくれる方がいるから、そう。多分大丈夫で、確かにスタッフさんでにはあんま言ってないかもね、そう言われてみたら。ここで言ってる、住みたいね。なんかだからありがたいよね、聞いてもらえて。ちぇーやー、むずむずする。
今日あれ切れたんですよ、花粉症の薬。なのに虫が買いに行かなかったから、もうちょっと行く時変わんな。開いてんのかな。何だに話してたっけ。あ、そうだから、なんか知ってもらえてるだけでなんか気が楽よね。なんかスタッフさんとかにもそうなんですけど、今私は毎日これだけの時間これだけ活動しているっていうのを、どのマネージャーさんとかどのスタッフさんとかに知ってもらえてるだけで楽というかな。今実は私こうこうこういうことを抱えててるんですけど頑張りますみたいな、例えばね。だからその事実を知ってくれてるだけでなんか心のあれがマシになるよね。まあそれを抱えた上で活動を頑張ってるっていうのだけでなんか気持ち的に救われるというか、うちらだって人間だもんね。いろいろあるよね。愚痴るんだよ。スプラトゥーンしたいって。してないけど、事実を知った上でそれでもまだまだやれよって言ってくるのもあるからさ、世の中にはあるよね。もちろん、もちろんっていうのを認めるのもどうかと思うけどさ、あるのはあるじゃん。ねえ、ねえ、世の中真っ白な部分だけじゃないじゃない。本当に何が起きてるのか分かんないじゃん。なんか普通に生活してるだけだとさ、だからもう別にこう何も知らない人がさ何を言うあれでもないけどさ、でもなんかそういうところに縁がないように生きるようにこうちょっとずつなんか修正というか転職考えてみるとか、なんかそういうことをにそういうことをできたらいいよねっていうとか、難しいんだろうけどね。知らない方がいいこともあるような世の中でね。本当そうだよ。なんなら分かったつもりでいてさ、分かってなさそうじゃないって思う。なんか最近おにしテレビつけてるだけつけてるんですよ。そう、これは真実なのか否かっていう、なんかそう分かんないよね。本当はすごい秘密がさ隠されてて、トップの人たちだけが知っているみたいな。でもうちらには
だから大西たちはさ、ニュースでやってることがもうそれはさ事実みたいな感じに伝わるじゃない。そう、でもそれが本当なのか、なんか信じるか信じないかあなた次第。そう、都市伝説、そう、わかんないよね。テレビでやってることが本当か否か、ネットだってそうだよ。ネットこそわかんないじゃんね。なんかネットニュースとかさ、ツイッターのやつとかね、見るんやけどさ、たまに AKB の記事とか出てくるの。なんだこの記事みたいな、なんか全然なんか何これみたいなやつとかも見たりするの。なんか内部事情みたいな。そう、この人はどっからその情報を聞いて書いてるんだろうみたいな、そうと思ったりとかもするから、うん、関係者を語るみたいなんて、そうそう、何だこれってなってきて関係者とはわかんないよね、いろいろ。なんでこんな話になってったっけ。あ、休めるときには休もうねからって、なるほどね。全然全然関係ない話なんだよ。うん。脱線しまくり。原型なかったってね。全くもって原型なかった。金曜の夜って感じで面白いですよって。今日金曜なの？月曜ぐらいだと思ってたなんか。そっか、やから明日に公演あんのか。そうか。ね。あ、このあとバズリズムやでって。そう、このあとバズリズム。言うてもすぐよね。12時何分とかって予想。12時45分。あ、惜しいよ。深夜1時でした。残念。本日お0時59分お59分だからバズリズム KB48 新曲とお料理選抜の楽曲かなを披露しているので、ぜひぜひ見てください。私は忘れないうちに今撮っておこうと思います。明日朝早いんでね。これかな。バズリズム、これだ。でもし鬼滅見た、この間のやつ録画しといたやつ。幸せ、いいね。鬼滅が全部アニメになるってなってさ、ってなった時に
最後見るってなったら、もし何歳になってるんだろう。30手前とかになっているのかな。なってそうだよね。30いってるかな。もう最終回ってなるまで超えてんのかな。もーちゃんって鬼滅誰が好きなのって、殿堂入りしてるのが善逸さんで、おっすごい、この携帯残り充電 20% ってなったけど止まんなかった。すごくさらっと報告してくれた、残り 20% ですって。今後止まることないじゃん。じゃあすごっ、さすが14プロ素晴らしいね、進化してる。優秀。そうで、なんだっけ、そう善逸が殿堂入りしてて、自分の中でで、推し鬼が赤座さんで、彼氏にしたいのが品津川さんお兄ちゃん、あれ、あの方、お西の彼氏です。すいません、すいません、彼氏、あ、彼氏、あ、やばい、バレちゃった、やばい、やばい、爆弾発言しちゃった、あ、でもやっぱりこの愛はちょっとみんなに応援してほしい。品津川さんとの出会いは、まあ最初はアニメだったんですけど、でもやっぱりこう漫画を読んでいくうちに、弟思いなところに惚れてしまって、すいません、品津川桃香、あーいいね、いいかもしれない、品津川桃香か、いいかもしれないねいいかもしれない、かっこいいじゃん、品津川桃香だってかっこいい。どっちから付き合うって言ったの、え、そんな言ってないけどお互い言ってない、お互い付き合おうっていうのは言ってなくて、ただやっぱり心で通じてるっていうか、そうなんです。コスプレしたいのはイグロさんだけで、そう、コスプレしたいのはイグロさん、私はお兄さんと付き合いです、付き合いたいです。ごめんなさい、品津川さんがごめん、あ、でも彼氏枠はもう埋まってるけど、彼女枠は空いてるよ。どう、彼女枠で何枠あるんですかって、そうですね、彼女枠、まあまあまあ、私は恩師は一途っていうことでまあやらせてもらってるので、まあ、枠的にはまあ1枠しかないっていうことになっていて、あ、彼女枠別にあの男性女性関係なくあの入れる枠とはなっているので、そうですね、あの応募としてはあの制限というか
っていうのはないっていうことにはなりますね。そうですね、まあ彼女としてのなんだろう心のケアというかそういうのをしてくれたらまあありがたいかなっていうそうです、彼氏枠はごめんなさい、品津川さんで、すいませんね、埋まっちゃってるんで。ケアされたい側なんやって、そうです、ケアしてくださいえー、家事全部か、いいな、それもいいな、家事全部いいな。未来の旦那枠を、確かに品川さんは彼氏だから、確かに旦那は決まってないわやばくない言ってることにし、やばいやつじゃん。奈良に家建てるのでお願いしました、あーいいね一戸建て、そうね、一戸建てだとすごく嬉しいね。そうね、内装は大西に決めさせてほしい、デザインさせてほしい、うん、山持ってますって山持ってんのすごいね、それはすごいわ、いいね、山持ってるのいいね みんな適当なこと言って大西もか、ここ適当なやつしかおらへん、大西含めて土地買っとくねとかマジでもうなんだもうやばすぎ、まあでもこの中で本気で言ってくれてる人もいるっていうのを信じて、じゃあ港区にタワマン絶対待ってるからね、もう覚えたから、奈良に一軒家買うって言った方も覚えてるから、もうみんなみんなの言ったことを私覚えてた、覚えてるよ、ほら月の土地あります、はい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 、月の土地ある人いた、はい OK 覚えたからねオッケー、オッケーオッケー、オッケーオッケー、板橋区にしてくださいって、板橋いい場所やんいいじゃない、おしゃれそう、なんか板橋ってなんかおしゃれなイメージ勝手にあるよ、名前だけかな、いいじゃない、板橋板橋は下町やでって、あ、そうなの、下町いいじゃない、下町眠、寝よ寝よ、よし終わるわ、ちょうどいい具合に髪の毛も乾いてきた、ありがとう、よし、じゃあランキングの方1位の方から読んでいきます、OK、
きますよ。1位コタンアットマーク失恋ありがとう。何失恋したの大丈夫？コタンアットマーク失礼ありがとうさんありがとうございます。イエイ。そして2位がようちゃんというももち大好きなよさんありがとうございます。イエイ。そして3位がきょういさんありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さんありがとうございます。イエイ。そして5位がさとちアットマーク大西軍さんありがとうございます。イエイ。そして6位がアルティオアットマーク大西軍マリアさんありがとうございます。イエイ。そして7位が島猫アットマーク今日も偉い王さんありがとうございます。イエイ。そして8位がタイチャさんありがとうございます。イエイ。そして9位が、エイトさんありがとうございます。イエイ。そして10位が黒芝のりこてんさんありがとうございます。イエイ。そして11位が大粒ちゃんアットマーク今日誕生日ですさんありがとうございます。イエイ。おめでとうございます。おめい。そして12位がケイジさんありがとうございます。イエイ。そしてラスト10歳が大西かキャットマーク大西軍アットマークバズリズム楽しみさんありがとうございました。イエイ。ありがとう、ありがとうございます。そしてこれタワー1位の方かな、記録残ってないや。あ、1位の方だ、ありがとう。じゃあ読んでいきます。いきますよ。コタンアットマーク失恋ありがとうさん、コタンさん、コタンさん、コタンさん、タワーありがとうございます。あ、ももちゃんに失恋ですやって、ありがたわー。あ、そういうこと、彼氏いたからってこと。品津川さん、品津川ももかになっちゃったから失恋しちゃったってこと。あちゃーあちゃーごめんな、ごめん、それはごめんな、なんとも言えへんわ、おにしも。ごめん。それはね、もうおにしもなんともできひん、この、この事実。あちゃ。そっかそっか。まあ、彼女枠はまだ空いてるからさ。いつでも応募しておいで。タワーありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。はい、ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。